フェンダーフラッグシップ東京がオープンと聞きました。おめでとうございます。チューブの春畑道也です。指がよく動くように全フレットこう、もう端から端までこうよく指を動かしておいたり、あとは手首を柔らかくしたいので、カッティングをよくして手首を柔らかくして、あとはストラップをして本番通りのギターの高さで楽屋の周りをうろうろしながら、廊下歩きながらとか弾いて、体と手をスタンバイしていきます。僕はずっと中学の時からエレキギターが好きで、もう最近までずっとエレキばっかり集中して弾いてたんですけど、最近になって、ようやくアコースティックギターが好きになってきて、最近ガットギターとかなんかいいのないかなとか思って楽器屋巡りとかしています。本当にしょっちゅう音楽に感動しているので、ライブを見に行った時もそうだし、散歩中に聴いてる音楽でもそうだし、なんか新しいギターのなんか響きを発見した時でもそうだし、しょっちゅう音楽で心を動かされます。自分が音楽を始めた頃、本当にリードギターばっかり毎日弾いてて、もっとコードをしっかり、いろんなコードを覚えてて、欲しかったのとそれは今からでもできると思いますけど、あとジャズの勉強を途中で諦めてしまったから、いろんな音楽を途中で投げ出さずに、もっともっと勉強してください。未来のプレイヤーへのメッセージなんですけど、僕がギターを始めた頃よりもうどんどん演奏方法も進化してきて、機材とかもどんどんすごいのが出てきてるから、本当に自分なんかでは想像もつかないような演奏スタイルを、これからギターを始めていく人は思いつくかもしれないし、ぜひ自分だけのスタイルを模索しながら、バンドのメンバーとかと一緒に新しい音楽を作り続けていってください。とても楽しみにしています。改めてオープンおめでとうございます。僕の大好きなフェンダーギターがたくさん集まってるフラッグシップ店なんてもう楽しみでしょうがないので、僕も絶対遊びに行きたいと思います。ぜひ皆さんもチェックしてください。